皆さんどうも、ゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。僕ですね、日本に一時帰国しまして、で香港に帰ってきて、今7日間の強制隔離中 で今日が実は最終日なんですよ。今日の11時58分にはもうここ出れて、59分か、はい、でここ出れて、で実はこれがもう最後のご飯なんですね。でね、これね、まあ、実はまだ停止してないんですけど、なぜ停止してないかっていうと、まあね、美味しくないと思います。絶対に美味しくないです。絶対に美味しくない。けどね、まあ、ちょっと友達からね、リクエストいただきまして、そのまずい隔離飯をオーバーリアクションで美味しく食べるという、そういうリクエストをもらいましたので、ちょっとね、一回やってみたいと思います。もうこれね、僕のビデオで初めてのエンタメ系です。エンタメ系までいけるかどうかわかんないですけど、ちょっとね、まあ、何事も経験なんで、ちょっと美味しくこちらをいただいてみたいと思います。では早速開けてみましょう。まあね、さっき見たは見たんですよね。まだこの通り一口も手をつけておりません。まあまずはね、何も言わずに美味しくいただいてみたいと思います。まあこれ白ご飯、白米とブロッコリーに人参で、あともう一個、これが魚なのかな、はい、芳香な香りを放っております。では早速いただきたいと思います。いただきます。まあやっぱ日本人なんでね、まずちょっと白米からいただきましょうかね。あら、なんかちょっと、茶色いのか黄ばんでいるのか、はい、ちょっとね、美味しそうな色がついてますね、このご飯には。いただきます。うん、こんな美味しい白米食べたことない。マジでうまい。こちらはなんかキャベツじゃない、なんだろう、まあでも魚ですね。まあちょっと先に味は、あ、なんか醤油ベースの感じですね。うんうんうん。では普通の人参いただいてみたいと思います。なんか給食に出てくるような感じですよね。うん、シャキシャキ。見た目はなんかしっかりボイルされてる感じですけど、シャキシャキです。こんな美味しい人参食べたことないもんな。ブロッコリー、うん、シンプルな味付け。こんな上品な味がするブロッコリー食べたことないです。あー、うまっ。早速メインディッシュ、この魚ですかね。魚ですね、はい。割ったら魚のような感じでした。というか魚ですね、はい。いただいたと思います。無理。うっくっさ。ああ、いや、やっぱ無理っすわ。うっもうね、ほんと臭いのこれ。さっきからもう涙目になってんだけど、もうマジで臭い。どうしたらこんな臭いの作れんだろう。信じられない。もうな、人参だってもうなんか人参のえぐみと臭さしかないし、ブロッコリーだってもう味ないの、これもう。ご飯だってなんか黄ばんでるし、なんかちょっと茶色かったり、なんかもう、ぐちゃ、ぼっそぼそだし、わかりますよ、これ。しかもご飯も臭いし、いつも臭いってのは今日はいつもより臭い。無理。あ、もう無理。ちょっともう、あ、これは食べれない。もうどう頑張っても食べれない。もうやめます。バイ。